レトロゲーム大好き、スーパーファミコン大好き、おやじです。今日はね、私のスーパーファミコンコレクションの第2話でことになりますね。前編、中編、後編になるか、数でいくかちょっとわかんないんで、第 2話ってことにしときたいと思います。まずはね、こちら、ポパイ。ポパイはね、スーパーファミコンも出てるんですね。そして続きましてが、サッカーキット。で、新麻雀。こちらはちょっと夜景がありますね。この新麻雀結構面白かった。割と本格的で。で、続きましてが、トリネア。これなんだかな？アクションゲームか RPG とかその手のやつだったかな？そして、花のケージ。はい。マジンガー Z。結構いろいろ出てるんですよね。スーパーファミコンもね。で、ドラッケン。で続きましてが、R タイプですね。これもちょっと黄ばみっていうか色焼けがありますね。R タイプはね、これスーパー R タイプか。R タイプは他のカードなんかでも割と高値ついてましたけど、スーファミはそうでもないのかな、裸ですしね。で、続きまして箱物に行きます。箱物難しいな、バーニングヒーローですね。もうこう見ると色焼けも入り始めてるかな。ここら辺も多分ちょっと切ってもね、綺麗はかなり備品は備品だと思うんですね。中開ける時間はちょっとないわ。まあ後日紹介するのがあったら。そして任天堂のね、超名作。マーベラス。これはね、やりました。これ面白かったな。これもね、箱はかなり備品ですね。中身ちょっとまだ見てないですけども。はい、そしてこちら。スーパーマリオコレクションですね。これも備品ですね。はい、そして次がね、スーパーバレー2。当時ね、スーパーバレーというかバレーボールに、私も元バレー部でしたからね、バレーボールにハマってる時もあったんで。そしてこれも私大好き、風雷の試練ですね。不思議のダンジョン2、風雷の試練。もうこれは本当大好き。私のゲーム、好きなゲーム、ベスト10に入るであろう名作です。で、桃太郎伝説。本当、ここら辺の箱物はね、かなり綺麗なのよ。一応、こういう感じでね、中古ソフトなんで書いてますけど、多分ほとんど綺麗だと思います。これちょっと汚いね。スーパー花札。でもこれちょっと面白かったかな。ちょっと箱潰れがあるんで、もうちょっとね、保存状態をね、綺麗に してればいいんですけどね。はい。で、スーパーフォーメーションサッカー。こちらはね、PC エンジンでね、フォーメーションサッカーあったんですけど、つい感想言っちゃうんだよね。サッカーゲームです。はい。で、続きましてがこちら。ファイナルファイト。こちらはそこそこ、ファイナルファイトはこのタイプでもそこそこ値段が1000円ぐらいついてるのが1000、2000円ぐらい。でも状態はそこまで良くないです。今までのやつに比べると。はい。続きましてがね、バズー魔法世界。こちらも状態はいいですね。ただね、ひょっとして色焼けかなんかがあるのかもしれないですね。これ箱物はまた別に今度開けてもいいかな。説明書がどうとかね。ああ、ちょっとこれ色焼けしてもったいない。私大好きクロントリガーです。これは確かね、発売日に新品で買ったのかな。で、好きすぎて、これね、ちょっと今ここがもう、保存状態が悪くて、ちょっとへこんじゃったんですけど、まあ、特価で380円なんですけど、これね、新品なんですよ、確か。380円で買ったか。これ買った時ね、出会い殿様、あっぱれ一番も買ったんで、それもひょっとしたら38かもしんないな。これだからまだ開けてないですね。うん。だからクロントリガーを2つあります。そして続きましてがね、聖剣伝説2。これはまあそんなでもないか。ちょっと箱物はちょっと後日また紹介しますね。なんか、でも開けちゃうと時間かかるんだよな。アクション RPG のアークススピリッツですね。これもクリアはしないな。まあ割とまあ色焼けじゃない、色汗がありますね。F1 サーカス。これもね、PC エンジンで友達よくやりました。そして、信長の野望のね、武将風雲録。信長シリーズはこの武将風雲録好きですね。すごい面白かった。私ね、信長は信長を使うんですけど、上杉謙信とかがね、好きですね。で、三国志4。こちらの方は状態はそんなに良くないかな。
一応箱で買って昔高いもんね、これね、公園なんか特にそうなんだけど、9800円、1万円超えてましたからね。そして三国志3で、三国志の1ですね。三国志の1、ちょっと角度つけた方が見やすいんだろうけどな、これやっぱりもうちょっと。はい、で三国志の2、三国志2、さっきカートリッジあったね。やっぱり入ってないからさっきの入れとこう、後で。はい、でこれもね、定番のね、音切り層、これ多分ね、弟が持ってたのかな、ひょっとして弟の仮パクしてたらごめんなさいね、弟に謝りたいと思います。そしてかまいたちに乗る、これはもう買いましたね、自分で面白くて。ピンクしおりとかあってね、なかなか面白かったんだよな。はい、時間はまだ大丈夫だね。続きましてはこちら、歌舞伎ロックス RPG かな。箱の状態はまあ綺麗だな、やっぱり中古で買ってるのか別バーコードがついてる。ここら辺の査定がね、やっぱり中古ゲームっていうのは出てくるんでね。はい、でスーパー人生ゲーム2、基本的にね、ボードゲームとかこういう系のゲームを一人で何役もしてやるっていうのが私のね、やり方なんですけど。で、古田敦也のね、シミュレーションプロ野球2。私、ベストプレイプロ野球が好きで、こういうね、それに関したようなシミュレーションプロ野球、データを入力してね、ペナントを戦う。こういうのが好きだったんでね、これも買いました。とても面白かった。基本的にこの頃は全部、基本、発売時期に買ってるのは新品を結構多く買ってるのかな。いやでもちょっとわかんないんだよな、年数的に。でもスーパーファミコンが出たのが俺が高校のぐらいだから、その後のあれでいくと大人にはなってるからね。牧場物語、これは一番初期のなのかな。面白かったね、牧場物語も。何作か やったかな、わかんない。でも牧場物語面白かった。ピノキオ、これも多分さっきのあれと一緒、380円がついてるから、これもね、多分新品だったと思いますね、当時。潰れかけたっていうか、古いね、ゲーム屋さんで、売り切りのね、ゲームをやってて、この380円シールが貼ってたと思います。でも、出会い殿様、やっぱり一番は、このシールがついてなかったんだよな。やっぱり中国人かな。はい、マジックソードですね。マジックソードは一応、カプコンのアクションゲームだから、そこそこ値段ついてんのかな。ちょっと後で今これ見て何を思ってたかっていうのを思い出してきてるんで、そこら辺後で見てみようかな。はい、そしてモンスターメーカーキッズ、王様になりたい、ボードゲーム系のかな、ボードゲームのアドベンチャーゲームかな。そして F0、 これがね、私がスーファミ買った時に同時に買ったゲームです。ほんとやり込んだね、これは。ファミ通なんかでもね、タイムトライアルみたいのやったりとかしてて、これは本当面白い。これも私の好きなゲーム、思い出に残るゲームには入ってくるかもしれませんね。はい、続いてがね、こちら、弁慶外伝。これにちょっとつぶれがあるな。ちょっと後でまた保存状態考えよう。まあでもこれは元からそんなに綺麗じゃなかったんですけどね。弁慶外伝はね、PC エンジンの弁慶外伝がすごい好きで、音楽とか良くてね。それでスーファミ版買ったんですけど、PC エンジンは抜かなかったですね。はい、そしてね、こちら、スマッシュ TV。これも安くて新品を手に入れたんですね。アスキーかなんかだな。これもね、ちょっとちまげっぽいアクション系のゲームなんですけど、面白かった、これも。2人同時プレイできたんで、友達とよくやってた覚えがあります。そして、着ぐるみ大冒険。これ、せっかく綺麗な白だったんですけど、少し色焼けが出ちゃってますね。なんか、これはやっぱり高くないのよね、確かね。ご近所冒険代とかは高いから、ちょっと高いかなと思ったら、これはそんなに値段がついてませんでした。そして続いてがこちら、ルインアーム RPG。 これは多分クリアしてないな。ちょっと面白そうなパッケージなんですけどね、これも状態は結構いいと思います。スーファミは割と箱物多かったかな。でスーパーファイヤープロレスリング2、こちらもさっきのPC エンジンシリーズと一緒で、フォーメーションサッカーとかね、PC エンジンでハマったやつが面白くて、あ、刃、刃箱説持ってた、やっぱり。ワンパク小僧で買ってる。刃ってそこそこついてたかな、ちょっと後でまた調べてみよう。続きましょう、こちら、ワクワクスキー、ワンダーシュプール。
これはね、そこそこ面白かったかな。一人でやるってことよりは複数でできたんで、二人同時プレイとかでね、面白かった気がします。そして、ギュアンブラー自己中心。あ、これやっぱりね、深夜アニメとかでもやってて、まあ、麻雀好きっていうのもあったんですけど、この漫画自体も好きだったんでね、買いました。そして次が、あ、これ持ってるね。アスキーが出したミランドラ。あ、でもあれか、ガンプルとかのが高かったんだっけ。これもね、相当備品ですね。ちょっと、これも綺麗だから、このまま、値段ちょっとわかんないけど、綺麗なままでいたい。それが乙女心。首都高バトル2ですね。やっぱりレースゲーム好きなんですね。当時からやっぱり車が好きだったからな。はい、続きましてがこちら。で、RPG 作るのね、一番最初のやつですね。これはもう定価で買って、これね、結構大作の RPG 作ったんですけどね、多分データ消えてると思います。もうずいぶん前に見てデータなかったんで。はい、そして続きましてはこちら、三国志英傑伝、シミュレーション RPG ですね、三国志の。これも面白かった。これとね、孔明伝みたいのも確かあったんですけど、孔明伝はプレステだったかな。ちょっとスーパーファミコンでは持ってないと思います。これも面白かった、名作。うん、三国志好きなんで余計ね。やっぱこれもちょっとね、頭がハゲてるやつからな。ときメモのスーパーファミコン版。ときメモは PC エンジンが一番最初なのかな。結局これは起動チェックぐらいしかやってないんですけども、あまりギャルゲーっていうものをやらなかったんでね。あ、そうでもないな。プリンセスメーカーとかやった気がするな。卒業2とか。で、続いてましたが GT レーシング。はい。レースゲームですね。結構ほんとこの当時もいろいろレースゲームも出てますからね。はい。そしてこちらもね、スーパーストリーチャ、ストリートファイター2ですね。これも多分定価で発売日に買ってると思います。友達でね、じゅんちゃんっていうのがいるんですけど、それとね、よく、じゅんちゃんは結構早めの段階で引っ越しちゃったんで、昔たまに遊びに家まで行ってたんですけど、このスト2とかもやったんですね。懐かしいな。で、続いてがただいま勇者募集中、おかわり。ヒューマンのね、ボードゲーム RPG みたいな感じだったかな。これも結構ね、面白かった。うん。はい、そして続きが、峠伝説最速バトルってことで、これはバイクゲームなんでね。バイクのレースゲームですね。こういうのちょっとあんまり覚えてないです。状態としてはすごいいいです。そして次がこちらがね。これは結構そこまで色焼けしてないな。モンスタニア。結構キャラ絵はいいよね。可愛くてね。パックインビデオの。アクションプラスパズル&RPG ということですね。はい。で、次。とりあえずここで一回締めるか。最後こちらですね。バトルクロス。こちらがね、面白い。5人同時プレイぐらいでできるね、レースゲーム、ちまちまレースゲームなんですけど、これがちょっと面白かったな。そんな思いがします。はい、ってことでね、以上ですね。まだね、もう一箱あるんで、ちょっと一回これを片付けてからね、また動画を撮りたいと思います。ってことで、ご視聴の方ありがとうございました。次回へ続きたいと思います。それではまた、コンティニュー。